大正寺城は、加賀国縁馬群大正寺に、南北朝時代から江戸時代初期まで存在した日本の城。別名は金城。加賀国の南端、下越国境の大西寺川付近に位置する。跡地は、金城山公園となっており、加賀市の市指定文化財に指定されている。標高70メートルほどの金城山に立地していた。 本丸を中心として、尾根状に、北の丸、二の丸、西の丸、金が丸、東丸の六つの角が、北から連なる、連角式上角で、谷を挟んだ両側の尾根筋にも、角群が置かれ、全体的には、間角式に近い構造をとっていた。主要な車には、腰角や、土塁や空堀などが併設され、東西約45メートル。 南北約17メートルの本丸には高さ約4メートルの鍵型の土類があった。また、金が、丸は、東西約100メートル、南北約45メートルに及ぶ台形で最大の、車であり、西、南側には、長さ約70メートル、高さ3から4メートル、幅約3メートルもの巨大な土類が残る。なお、上席に建てられた、大正寺神ニの茶室。 長竜帝は、小堀演習の設計により、宝永6年に建てられたスキア作りの建築で、国の重要文化財に指定されている。鎌倉時代に、鹿のしによって築かれ、その居場となった。県務2年に中仙台の乱に高応した名古屋事件が、南下してきた際は、加賀国の国人の仮の一頭の各種が、大小事情でこれを迎撃したという。県務4年には、 新田義貞に加担した、敷地、伊豆守、山岸新左衛門らが、椿尾文の守る大正寺城を攻略している。その後、戦国時代には非国城などと共に一向一揆の拠点となっていた。天文24年7月23日に、越前国の朝倉隆史鈴くが加賀に進行し、南郷城、仙族城と共に、大正寺城も1日で陥落させた。 なお、朝倉島月はこの時陥落した城を、諏王城としており、これは城主だった椿にちなんだ、大正寺城の遺章とも考えられる。津養城は、大正寺城の奥の丘陵と見られるが、異名道場と言えるほど密接な関係の保留である。永六十年に、本城の堀江影忠が一向一揆と共に、朝倉義景に反乱した際、足利義明の圧線により、 12月15日に、一喜方の二条と共に朝倉方の黒谷城、日野木屋城、そして大正寺の三条を焼き払って和議が成立した。天正三年に越前を平定した織田信長の軍勢は、加賀にも侵攻し、江沼軍、野見軍を占領した。信長は、柴田勝家に命じて非、国城と大正寺城を修復させ、筒木広政や堀江影多だ。 刑事夫婦氏を配置した。翌年には、江沼、のみ両軍で一気が放棄したが、救援した勝家によって鎮圧された。この際、佐久間森政が、大正寺城主となっている。勝家は、翌天正5年にかけて、大正寺城の修復とともに兵力を増強し、上杉氏の南下に備えた。同年11月3日、のと、七尾城攻略から南下した。 上杉謙信との手っ取り側の戦いにて、小田勢は大敗し、この時、大将事情も、上杉氏が奪い、謙信は、加賀州の藤丸勝都市を上昇に置く。謙信が死去すると、天正八年に勝家は、本願寺勢力の金沢御堂を攻略し、背後や吉見を、大将事情主にしている。天正十一年の静ヶ岳の戦いで、勝家が敗れた後は、 北野省の庭長秀の寄木として、溝口秀勝が、大正寺城に4万4千国で置かれた。天正13年に、長秀が没した後も秀勝は、大正寺城に留められ、エヌマ軍とのみ軍の新領主堀秀政の寄木となっている。その後、慶長3年に、堀秀政の子、堀修次が、 加造違法され、春日山城に移ると、合わせて、秀勝も柴田藩に転坊された。これを受けて、同年に、小早川秀明が、江沼軍の領主となり、家臣の山口総英を、大正事情に六万三千国で置いた。翌年に秀明は再び転坊されたが、総久氏は当地に残って、秀吉の直進となった。慶長五年の関ヶ原の戦いで、 総久氏は西軍に就いたため、東軍の前田と品川に攻められて8月3日に、大将事情は落城し、総久氏は自陣した。その後は、前田家の家臣が城代を務めたが、現無元年の一国一条例のため廃城となった。官営16年には、前田理事が7万国を分けられて、大将寺藩を建て、跡地に藩長として、大将自陣屋を設けた。 船と久谷やと潮流亭、加賀市民病院下車後、徒歩で約5分、市指定史跡名称天然記念物、史跡、加賀市教育委員会文化財保護課、2019年2月13日閲覧。大正寺上絵図、国指定有形文化財、建造物、加賀市教育委員会文化財保護課、2019年2月13日閲覧。参考体兵器、 牧十三、太平記牧十九八月二十日、朝倉のりかげ書状部下時期、白山宮総言公事記録、三州地理志向、N マ軍古城跡図、越州軍記、信長公記、赤字北高六、信長公記、赤字北高六。ありがとうございます。